中は暗い。子供の頃よくこの中に入って遊びました。で、地面を掘ると昔の貴重なものが出てくると言って散々掘りましたけども、もう発掘調査が終わった後で何もありませんでした。で、村の子供たちにとってこの村にいくつもある森家の古墳というのは面白い遊び場であったわけです。